こんにちは、ニコアミです。今日は、このルームソックスをね、編んでいこうと思います。かぎ編みのルームソックスって、こう、円編みにすると、このつま先がね、馴染むまでちょっと時間がかかるんですよね。なんですが、このトワイライトという伸縮性のある、ビヨンビヨン、この糸を使ったので、つま先が窮屈な思いをしなくていいので、よかったらチャレンジしてみてください。このシュッシュッって斜めのラインがね、入ってるとこ、このところが変わり玉編みで編んでいて、これをね、細編みと交互に編んでるんですね。で、それでこう履くとちょっとポコポコしたところがふかふかして気持ちいい感じになります。材料は七色彩色、それとトワイライト。一足につき、トワイライト1個、七色彩色1個なので、合計で4玉使います。そして、使用かぎ針なんですが、このトワイライトのところを15で編んで、この七色彩色のところは8号で編んでます。ゆったりめにしたい方は全部10号で編んでみてください。あと段数マーカーをぜひぜひご用意ください。つま先から編むタイプなので、ここで輪編みにして、6の倍数の輪編みですね。にして、ダダダダダーっとこの甲と底を編んでいって、そしたら今度こっち側編んでいきます。足首部分ですね。足首部分編めたら、かかとをね、先に編んで、で、最後、ここのカフの部分を編んでいこうかな。そしたらゴムが綺麗に使い切れるかなと思うんですよね。ちょっと変則的な流れなんですけど、その流れでいきたいと思います。じゃあ最初、つま先からいきましょう。6の倍数の円編みで、24目まで編んで8段、24目で編みます。じゃあつま先編んでいきましょう。まず10号針で編みます。で、簡単な方の一重の輪の作り目にします。なので、鎖編みを編む時と同じ要領で糸を引き出してきたら、もう一回糸を引き出してきて、で、これで、この輪のところに細編みを編んでいきます。で、この糸端を編みくるみながら編むといいです。あと通常の輪編みの作り目でも全然 OK です。いきまーす。じゃあここから6つですね。1、2、3、細編みを編みました。そしたら、この一番最初のとこですね。忘れないように印つけとこう。そしたらあと6つ、ちょっと待って、中心ちょっと絞りますね。そうすると編みやすくなるかな。4 5 6 1 2 3 4 5 6、そしたらこの一番最初の目のところに引き抜き編みします。中心も絞っときます。で、糸の始末をするときにここ一周ぐるっと、しておくとより安全です。じゃあ次2段目いきます。立ち上がりの鎖編み、でこの根元の目のところに細編みを2目編み入れます。
今1目で同じ目のところ、これ2目編めたから最初の目のところに印つけときます。で残りも、同様に2目ずつ編み入れて6目を12目に増やします。じゃあ一番最初に引き抜き編みをします。次行きます。3段目鎖1目で立ち上がって1212ですね。まず最初に細編みを編みます。忘れないうちに印つけて、で次の目で増し目です。同じ目のところにもう1目編みます。12ですね。1で2、1で2なので1、2を6回繰り返すから18目に増やします。はい、18目編めたら一番最初のところに引き抜き編みします。じゃーん。次4段目鎖1目で立ち上がってまず1編んで次も1編んで2です。1、1、2を繰り返します。1、1で3番目のところで、増し目します。で今4目編めたから4、3、2、1一番目のところに、はい、印つけときました。1、1、2、1、1、2、はい、でこれで24目に増やせたので、引き抜き編みします。はい、4段編めました。そしたら24目に増やせたら5段目から8段目まで、増し目なしで編んでいきます。そうすると、高さがどこ行ったとこ、この高さが 5.5 センチくらいになると思います。でそこでちょっと一旦ね、足に履いてみて幅どうかちょっと確認してみてください。次5段目増し目なしなのでもう1目につき1目ずつ細編みを編んでいきます。で最初の目に引き抜き編みっていうのも同じです。あ、一番最初の目に印つけるの忘れちゃった。ここですね、この細編みの足が出てるところ。じゃーん、こんな感じで編めました。履いてみていかがでしたでしょうか。目を増やしたいときは、2の倍数で増減なさってください。めっちゃざっくりした測り方なんですけど、だいたいねこの足回りが10センチ、つまり2倍の20センチにして、でこの高さが 5.5 センチくらいになってます。じゃあね、次の段で白糸七色彩色に変えたいですね。一旦糸切ろうかな。ちょっと一回鎖を編んで解けてこないようにして、よいしょよいしょ、で後ろでもう糸始末しときますね。今回は8号針で
七色彩色を編んでいきます。そしたらこの一番最初の目のところですね、ここに針を入れて、念のためにちょっと結んどきます。軽くですけど、はい、結び目が後ろになるようになると、あ、そうそう、こんな感じ。そしたら、ここからポコポコ模様にいきたいと思います。まず最初に、細編み編んで、次ポコ、細編みポコって感じですね。立ち上がりの鎖編みを編んだら、細編みポコ、細編みポコでいきたいと思います。いきます。じゃあ最初の目に針を入れて、糸を引き出してきて、立ち上がりの鎖編み、そしてここに細編みを編みます。そしたら次、変わり玉編みをします。いきますね。針を入れて糸を引き出してきます。そして糸をかけます。そして針を、同じ目のところに入れて糸を引き出してきます。そうすると 1,2,3,4 目かかってると思うので、これを一気に引き抜きます。ちょっと今のお分かりいただけただろうか。なんか細編みと中長編みのなんか愛の子ちゃんみたいな感じなんだよね。いきますね。まず針を入れて糸を引き出してきます。そして糸をかけます。そして同じところに針を入れて糸を引き出してきます。そうすると 1,2,3,4 4本かかっていると思うので、これを一気に引き抜きます。はい、できました。で、次隣細編みで、次ポコちゃんいきます。糸を引き出してきます。そして糸をかけます。そして同じ目のところに針を入れて糸を引き出してきます。4本かかっているのを一気に引き抜きます。で、細編みでポコいきます。糸を引き出してきます。糸かけます。そして糸を引き出してきます。 1,2,3,4 これを一気に引き抜きます。念のために一番最初の細編みのところに針入れと、あ、針じゃない、印入れました。きますね。細編みで、次変わり玉編み、針を入れて糸を引き出してきて、糸をかけます。そして糸を引き出してきます。で、かかっているのを一気に引き抜きます。細編み、糸を引き出してきて、そしたら糸かけます。で、糸を引き出してきます。で、かかっているのを一気に引き抜きます。で、こうすることでこのポコッとしたこの斜めの線がちょっと強調されて可愛い感じになります。で、いきます。針を入れて糸を引き出してきます。糸をかけます。そして同じところに針を入れて糸を引き出してきます。そして4本一気に引き抜きます。で、細編み、針を入れて糸を引き出してきます。糸をかけます。同じところに針を入れて糸を引き出してきます。で、一気に引き抜きます。細編みと、じゃ、変わり玉編みいきます。糸を引き出してきます。糸をかけて、同じところに針を入れて糸を引き出してきます。一気に糸を引き抜きます。で、細編み、
で、これを繰り返していって、24÷2 だから12玉この子ができると思います。はい、ぐるっと一周編めました。そしたらね、最初細編みで始まってるので、最後はこの変わり玉編みで終わると思います。よいしょ。じゃあこの一番最初の細編みのところに引き抜き編みをします。じゃあ次はね、この前の段と反対のことをします。前の段が細編みのところは最初変わり玉編み、前の段が変わり玉編みのところは細編みですね。いきます。一応ね、変わり玉編みも立ち上がりの鎖編み1を編んでます。そしたらこの細編みの頭のところに変わり玉編みを編みます。そしたらこのところに、よいしょ、印つけとこう。そしたら次は細編みです。で、前の段が細編みだから変わり玉編みいきますね。で、次は前の段が変わり玉編みなので、ここは細編みですね。で、これを繰り返して編んでいきます。じゃーん、一周編めました。最初が変わり玉編みなので、この最後は細編みで終わると思います。そしたらこの印つけてる目覚えておいてくださいね。よし、ここだよ、ここだよ、ここね。ここに引き抜き編みをします。じゃーん。そしたら次、この一番最初のここですね、ここと同じことを繰り返します。鎖1目で立ち上がって細編みでスタートします。細編み、そして変わり玉編みと。で、細編み、変わり玉編み、細編み。で、これをまた繰り返していって全部で22段、この下から数えて、円編みしたところから数えて22段ですね、編んでいます。で、私足のサイズが24センチなんですね。なので、24センチと足のサイズ23センチの方は22段。で、足のサイズが22センチの方は20段。まで編むといいかなと思いました。ちょっとね、これを奇数段にするとですね、かかとつけるところの説明がややこしくなっちゃうので、偶数段で終わるようにしてください。最初の始まりが、この変わり玉編みで始まるっていう段ですね。ここで終了するという感じになります。で、22段編むとだいたい高さが 16.5 センチくらいになると思います。じゃーん、22段編めました。この変わり玉編みで始まる段で終わっています。じゃじゃじゃーん。そしたらね、今度はこっから上をね、編んでいきます。まあ、ここ編むのはわかると思うんですけども、ここは鎖を編んで、でその上に編んでます。でね、今24目でここね、編んできたんですけれども、かかとが入りやすいようにここは28目に増やします。
この鎖を編むときに、4目増やして編んでいきます。